トンボ科は、トンボアモクトンボ上科に分類されるトンボの位置か、トンボ目の中では最も系統が新しく繁栄しているとが、頑丈な体つきで、前肢よりも後子の型か幅広であるフヒトシュハネアモクのグループに属する。大型のヤンマ科と比べて小さく、全長6センチメートル以下の小型から中型のトンボ。体色は、金属光沢の単純な色調、黄色。 赤色、青色など変異に富む。八丁トンボのように死ゆで色彩が異なるものや、眉立て赤根のようにメスに色彩が異なる多形のあるものもある。塩からトンボや腹びろトンボのように浮かした時のオスがメスと同色で、成熟するとオスの体色が大きく変わるものが多い。複眼は発達し大きく左右がくっつきあって、一続きになり、境目が長い線状になっているものが多い。 副眼光炎の突起物がなく、腹部の耳状突起などを取り除いた単純な形態。前肢の三角質は、著しく、縦長となるものが多く変形して、四角質状となるものもある。前肢の三角質と後肢の三角質は、形状と向きが異なり、後肢の広角が突出しない単純な形態。羽脇の片方線は、多少とも S 字状に湾曲する。 平らな姿勢で枝先などに生死する種が多いが、斜めに生死する種や、飛び立つとなかなか生死しない種もある。羽を開いた状態で生死する。大部分の種が池、沼、水たまり、湿地などの止水域に広く生息しているが、一部の、ものは、緩やかな流水がある環境に生育する。オスは生死、または飛翔しながら、水辺の一定空間で縄張りを持つ。メスは、 短い単純な生殖弁で産卵する種が多いが、長く突き出た生殖弁を泥に差し込んで産卵する種もある。連結状態、またはメス単独で飛翔しながら、連続的あるいは間欠的に打ち水、打ろして産卵をするものが多い。眉立てカネと、このしめとんぼ、塩からとんぼと塩やとんぼなどのように禁煙主間で、 主観雑種が DNA 解析により確認されている。幼虫の体は太く、腹部末端には3個の長いビブ付属器と一体の微毛がある。体付きは楕円で、全長が1から2.5センチメートル、触角は細く小さい。幼虫の足や腹部末端の香水が比較的短く、もも節は頭部の幅とほぼ同じ長さ。下唇はカゴ形で、 下唇も飛ぶしが頭部の前面と下面を覆う。七節の触角と直腸エラがある。日本産の不一し羽根あの文化系統図を以下に示す。トンボ科では142属987種が知られている。日本では25属68種が確認されていて、トンボの約3割が本科に属する。主な属と日本で確認されている種を以下に示す。 塩辛トンボや赤トンボなどのよく親しまれているトンボが含まれている。以下の7赤に分類されることがある。日本産のトンボ科の文化系統図を以下に示す。多数の種が国際自然保護連合によりレッドリストで経度懸念などの指定を受けている。日本では多数の種が環境省や都道府県によりレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。